はい、さっきも言ったようにいっぺんに持っていきます。よし、いっぺんに、よい、おいづき、三、せい、おいづき、五。はい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 、まあ、止まって止まって、ここはこう、これぐらい来てほしいな、ね、これをここまでこう開かない、そう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 、ここまで、これでここ、こっちこっち、内もも、ほう、よし、おいづき、はい、これもっと早く伸ばして、いい、はい、早く伸ばす、ほう、三、そうそうそう、今ぐらい、今ぐらい、はい、一桶、いっぺんに回ります、よし、いっぺんに回る、もう一回、はい、ここも同じだな、こう、おいづきしましたね、ためる、ためる、ためてる、ためてる力をいっぺんにパーンと回してきて、イエーシ、いっぺんに回してきて、いっぺんに、おう、で、動く、で、今度は腰の割れる力、こう、こういうね、こっちがこう来たら反対ね、はい、シェイ、反対の、おう、よーん、よーん、いいやめ、ええな、俺、こう割る力っていうのはこう、このこれね、ね、反対にこういう動きとこういう動きと、うん、ね、引きつける、引きつけるのはこういうのを持ってくる、で割る、腰を割る力、ね、開く、閉じる、これ閉じる、開く、ね、閉じる、そうそうそう、そうそうそう、ね、その時にね、今言われてるのが、ちょっと聞いて、え、ちょっと座って座ってですよ、あのね、もうこれ前にも説明してんだけど、基本的に1だ、2ね、前は12ね、でこれ一挙動にしましたらどうなのって言ったら、こうくる、これ間違いじゃないよ、でも次の段階としては、でターン、これで1だ、だからためる力ってさっき言ってたよね、それと同じでためといてバーンっていっぺんに、この軸足見て、こう互いね、こうなる、でこういってこうなったりする、これ2挙動になるわ、 1挙動やから、1挙動というのはもうこれがいっぺんにバーンとこう、これが1挙動だ、これを次の段階でやらす、でこれを最初からやらすと軸足の作りが難しい、子供たちもね、まあ一般の人もそうだけどね、だからここは一つ一つ丁寧にやるには1、2、これができてきたら、最初にこう持ってこないで、ここは最初はためる、ためといてバーンと持ってくると、腰がピョーンとスピンがかかる、という、これは次のステージというふうにして教える段階を持って指導すると、うん、うん、そういうこと、そういうこと、全然分かるような感じがして、おせというか、こういうイメージがあって、ああ、なるほど、もうおせと言えないんですよ、うんうんうん、引け、引け、うん、引けっていうか、これだけの力しか、ああ、なるほど、弱い、うんうん、確かに、その通り、これを、これをね、この力で、これはね、僕が教会昔入った時に、その矢原さんという人とね、ムンスで団体型でやるんですよ。で、あの人早いでしょ。もうパッ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 パやる。もう勝手にパマーについてこいよって。もうあえて関係ねえん。俺についてこいよ。
これについてこうやったってそんな早くはできないよねって、そんなね研修生2年やったぐらいでそんな教えない。じーっと見てたらあの人の動きを見てると、大坂さんっていう人はってこう、あの人は体が柔らかい、筋肉も柔らかいけども全てが柔らかくスッとこう動く、まあ本当に特異体質、まあ、対照的スピード感は柔らかだから一般体重を向けするよね。でその中で何が違うかずっと見てたら、観察してたら、ああそのスピードを出すためにこの人はどこを動かしてるかっていうのをもう天性のやり方で、もう要するに資質の問題やで、センスの問題、そこをどう動かしてるかいうのをずっと見てたらその答えが出る。それが今言ったようにこれ、それプラスこの動きで、それプラス何って言ったらパーンとこういう腰のキレ、だからパーンこれをものすごく強調する、あの人は決めを持って、でその、ま、流れの中で雑な動きがあるんだけど、全てその雑な動きはこの決めのパーンこの動作で消えてしまうから、みんなあすごいなと思う。でも基本的な動きは大坂さんの方がうまかった、柔らかかった、確実にきちっとやってた、教科書通りだけど、矢田さんはそれを超えて自分の動きに合わせたそのスピード感をどうアピールするかいうことに走った。真似できない、教えない、一切俺について覚えた、俺についてこれたってね。だけどそのおかげでその我々もその感性を磨くことのその、まあ言えばそういう人がいて、ああなるほどな、要するに頭を使うっていうかね、どうやったらああそうかこうかっていうことを学びましたよ。まあそういう部分で、あのまあ本来はその学ばせるっていうのは1から10まで教えることが果たして学ぶことになるのかと、そうじゃない部分は往々にしてある。それは自分で考えて自分でやれって、ね、苦労してても、まあ、こういうことも大事ですよ、まあ、それはだから千差万別で十人十色だからっていうことで、やはりそういうあの習い方っていうかね、教え方っていうかね、まあ、そういうことはよく頭に入れながら、でもこういうところをこうじゃないかっていうことで教えれば分かる子分からない子って必ず出てきます、まあ、そこが一つの大ポイントかなっていう。うん、そうそう、分類してね、いや、うん、それはね、そうしちゃうとね、いらん動作になっちゃう、いらぬ動作になっちゃう、こういう、だからあくまでもこう行きながらぐーっと、そういうことで自分でこう持ったらいい、持って体は前に行くけども、ちょっと立ってごらん、ちょっと立って、で自分の体は前にスーッと足伸ばしていきながら、この肘はぐーっと、もっと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 で、パーンと持っていくとどうなのって、これをこうしてしまうとこうなっちゃう、溜める力、そう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 、これはよく皆さんもね、もうスポーツ力学的に溜める力っていうのはすんごく大事、もう野球でもぐーっと溜めて溜めてギリギリまで持っといてバーンと投げた方が早いんだ、その溜める足腰柔軟性があったのが、さらに磨きをかけてもう自分しかできないフォームを作ったのは、あのノモドジャースに行った、あれはもうね、トルネードって言って、あんなできへんわね、背中向いて投げるんやから、いきなり正面から、ああいうよういうのあれはもう完璧にための力だから、こんな体してたよ、見たことある、ノモ選手の体間近に、化け物だよ本当に、こんなケツからももにかけてもう化け物の体だし、
だからものすごい体の、あの作りから発生して、あのケツからももに鍛えた、そして柔軟のある豆腐みたいな体でね、ぐーっと投げてバーンって投げる、あれまさにもうねじる力を極限、ようあんだけ長く持ちましたよ。あの普通はもう持たない、まあそういうリスクを背負いながらでもね、ああいう、まあ、空手も同じで、やっぱり溜める力をどこでどう使うかのが、今やったようにこう持っていって、足を前に出しながら、それで自分の首をぐーっとこう、この二の腕でこう締めるような感じ、ぐーっと持っていって一気に離す、一気に離す、そういう、これはその溜める、ぐーっと持っていくための力と同じですよね。それをこうしてしまうと、いいのと同じ。いいですか、溜める力をどう使うかということが大事、うんね、だから手だけに、これだけにいかない、必ず体を、この要するにもうまさに体の伸縮だ、ふっとパーンとこれ締めて、パーンとその張る力ね、縮める、伸びる、これがまさにウッドでパーン、これと人受けの動きと全く同じ。腰の回転、体、腕、すべてがそこにマッチして人受けが決まってパーンと決まるっていうのが理想ですよねっていう。よろしいですか、ね、はい、まあそういう意識で、やっていただいて結構だと思います。はい、ちょっと水飲んでいただいて。はい。